ただ最善を尽くすのみ。徳川の神聖と称えられた男は、その強さゆえ向こう傷が絶えず、その若さゆえ衝突を繰り返す。彼は試練を超え徳川の巨星となれるのか。井伊直政と赤備えの伝説が今始まる。神聖の章。赤備えの力か。井伊家当主直虎の養子で知勇兼備の若者である。直政が幼い頃、彼の実父は今川に謀反を疑われ銃殺。直政自身も命を狙われるという過酷な日々を過ごした。桶狭間の戦いの後、今川家から独立した徳川家康は、幼き直政を抱えて苦労している直虎を保護。直政に才を見出し、家臣として取り立てた。直政は家康に恩を返すべく、必死に己の才能を磨いた。やがて若くして徳川軍の先鋒を任されるまでになる。そして今、徳川のために最善を尽くすべく、直政は戦国最強と謳われる武田騎馬隊と対峙した。神聖の章、長篠の戦い。最善を尽くす、それだけだ。さあ行こう、親子一緒に。武田に囲まれている長篠城と信政を救う。富樫山砦へ攻めかけよ。トラムツ、九代の方々の言うことをよーく聞いてですね。母上、ご心配には及びません。それと幼名よりはそろそろ離れてください。
たまで。先陣を切ってもいいですか。徳川のため最善を尽くさねばなりません。ついてこれるか。でもわしに続けて言ったよね。南に兵が集中し、織田本陣周辺に行くとする馬防策があるとはいえ心配です。武田騎馬隊は不滅。馬防策を突破し信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手打つぞ。しまった。まだ鉄砲隊を隠していたか。直政水産、信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を差し殲滅するために。臆するな。山形正景と赤備えこれにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっ切れ。開門。赤瀬前、やつらはなぜ死に急ぐ。まで敵将五人討ち取りました。具大の船、俺に続いてください。ごめんなさい。なあお前、ちょっとできおるからってわしらとてちゃんと働いておるわ。そう怒るな。昔の我らもそうだった。若く一途、どうしようもなく青い。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。直政水産、敵将撃ち取ったり。あんな恥ずかしい。やはりそう。俺がこれだけ戦える。あの背を小さな頃からずっと見てきたから。そうだ。古き時代とともに。
無駄死ぬという人もいるかもしれない。だがこれが武田のための最善だ。魔法作と結構の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵夫人の穴をついてみせます。木田ではなく徳川を狙ってくると括弧撃破し戦況を変えるつもりか。あらがんのか。むかつき。見事徳川の先行に直政ありよ。ごめんなさい。織田本陣へ突撃する。待たされ。父の仇今こそ討たん。武田武者よ、無謀、心が熱くなる。なおば、ついた。お村が浮いたば、戦はひっくり返る。武田の意地、見せようぞ。上表の処理に不大の方々の力はいりません。俺一人で十分です。確かに裏切りするんですが、そしてやり遂げます。頼ることも知らん。流しの城の城結構固いね。なら上司の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。ついているな。意地を張らずに助けを呼べ。新入り。何ですかいきなり。ちゃんと結果は残しましたよ。武田はまだ終わりではない。馬場さん。やり遂げます。内藤さん、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。この程度では信長は満たされる。危ないところであった。さあ、あなたを見るな。さて、信行たちと申しようか。開門。打ち取った。ついてこれるか。ここは忘れない。
さまよ。そう、打ち取った。敗北は必至、分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門、アウトのために最善を尽くさず逃げるだ。ダメだ、ダメすぎる。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝利は最後まで戦おう。譲らぬ者がこの俺にある。これで武田も終わりっぞ。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだ。何です？俺の顔に何かついてますか？
いや、よくぞ生き抜いたと思ってな。あれだけ好き勝手やれば普通は死ぬ。徳川が勝てばいいんです。たとえどんなに傷が増えようと。お前が傷つくのは構わぬが、周りの者を巻き込むのは感心できぬ。お前を救おうとした者が討ち死にしたらどうするつもりだ、新入り。ダメです、ダメすぎます。忠勝さん、すいません、すいません。トラ、ナオマさん、忠勝さんになんて無礼な。父で生き残れないのは精進が足りないからです。その者が弱いからです。俺は常に徳川にとっての最善を考えて戦っています。もう突っかかってこないでください。直政、こたびの戦も見事な働きだった。それにわしの窮地も救ってくれたな。ありがたきお言葉ですが、まだまだです。一気取り逃がし、忠勝殿の助力を仰ぎましたから。相変わらず己にも厳しき男よ。してお主は武田の赤備えをどう見た。屈強にして勇猛果敢、戦国最強の名にふさわしい部隊でした。鉄砲を前にしても臆せず、前のめりにし、強き意志がなければあんな攻撃はできないでしょう。わしも同感よ。その戦ぶりはあっぱれというほかない。そしてあの果敢な戦い方、わしはお主の戦ぶりとよく似ていると思った。家康様。直政、お主は今より武田の赤備えを、その強き魂を継ぎ、戦国最強の名を欲しいままにせよ。はは、いいの赤備え。これからも家康様のために最善を尽くしましょう。